い、ということで今日はですね、芸能関係ですかね。で、今日ですね、久しぶりにフワちゃんのニュースと、あとですね、まあ木村拓哉とかですかね。で、今日結構ね、久しぶりにこう、ジャニーズ多いかもしれないですね。まあね、小ネタ集って感じです。で、あとちょっと意外のですね、これ意外だったんですけど、ジャニーズタレントと結婚したあの人がですね、実はね、その前にあの芸人と付き合ってたとこもあるんですよね。そんなのありますね。今日ちょっとね、緩めな感じですね。はい、ということで、まず最初ですね、フワちゃんなんですけど、これほんとね、久しぶりにこれ、多分ね、2ヶ月ぶりに、なんとですね、フワちゃんの写真が撮られてるんですよ。これ写真出てるんですよね。それが、はい、こんな感じ、こんな感じなんですよ、これ。まあ、だからね、最近の感じなんですよね。で、これ見るとちょっとね、いつもと服装違いますよね。だいぶ違いますよね。そして、なぜか自転車ですよね。で、これね、どういうことかっていうと、これがですね、この写真が撮られたのが、10月の13日らしいんですよ。で、これね、何かっていうと、これがですね、元アイドリングのメンバーの朝日奈央さんの結婚式だったらしいんですよ。だからね、そこにフワちゃんがですね、参列してたんですよ。参加してたとね。で、これね、ちなみにですね、朝日奈央さんの結婚相手と、一応ね、一般人らしいんですよ。ただこれね、売れっ子美容師さんらしいんですよ。だから芸能人の髪なんか切ってる人なんですよね。で、あとね、海外でもたまにね、指導しに行ったりするらしいんですよ。でですね、こう、フワちゃんですけれども、フワちゃんこれね、結婚式に参加したフワちゃんは、こんな感じ写真なんですよ。さっきより分かりやすいですよね。で、ただこれね、話題になったのが、さっきもちょっと言いましたけれども、これ、服装もそうなんですけどね。だから、服装とか髪型が崩れるかもしれないのに、なぜか一人だけ現場までママチャリで来たってことなんですよね。あと、もちろんですよ、この結婚式には多数の芸能人が参加してるんですけど、まあ、それで、いろんなところにね、写真が上がるんですよ。これね、だから、朝日奈央さんの結婚式ですから、いろんな人がね、これ写真上げるんですよね。例えばこんな感じ。ただこれが、どの写真見ても、やっぱこれね、フワちゃんが写ってないんですよ。まあ、だから多分ね、いろいろみんなね、気を使ってか、もしくはね、自分が炎上するのは怖いのか、これね、フワちゃんね、写真写ってないんですよね。そんな写真ばっかり上がるんですよね。そして、あとね、僕はね、一番ね、これは気になったんですよ。ちょっとね、衝撃だったんですけど、嘘でしょと思ったのが、これ、これなんですよ、これ。これがね、フワちゃんの足元なんですけど、これ、わかります?これ。だからね、左足がピンヒール、そして右足が厚底の靴なんですよ。意味わかんないでしょ?意味わかんないでしょ?でもそうなってるじゃないですか、これ。これ多分僕ね、ガチだと思うんですよ。だから本当ね、これね、ファッションとかじゃなくて、うっかりやってるんじゃないかと思っちゃうんですよ。だってこの日ですね、上から下まで無難な服を着てて、これってあるのかなっていう。僕だからこれですね、わざとじゃなくて、間違ってこれやってると思うんですよ。僕そう思うんですけどね。ただこれ本当にね、ものすごいね、自転車漕ぎづらいですよね。厚底とピンヒールですよ。ものすごいあれだっていう。僕なんかこれね、なんか、うっかりやってると思うんです。だから、フワちゃんね、やっぱりこれ、ガチモンだって、そんな感じだと思うんですよね。そして、あとこれね、さっき言ったように、タクシーじゃなくて自転車を選んだのは、金欠じゃないかとも言われてましたね。ただまあね、そこまで困ってないと思うんですけど、ただフワちゃんですね、以前はね、渋谷駅から徒歩5分のところに事務所を借りてたんですよ。それが今ですね、解約されていて、今ですね、東京から電車で1時間ぐらいのところの神奈川県にあるある場所の、そこにですね、なんかですね、住所とポストだけ貸してもらえるレンタルオフィス、それをですね、月に2万円ぐらいで借りてるそうなんですよね。まあ今、フワちゃんって言ったらですね、仕事はないし、あとですね、基本的にね、海外いるみたいですしね。あ、ちなみに今ですね、フワちゃんがどの国にいるか出てたんですけど、これがですね、アメリカじゃないらしいんですよ。僕なんかアメリカと思ってたんですけど、これ今ですね、ヨーロッパの東の方のある国に滞在って出てましたね。どこか書いてなかったんですけど。で、そっからですね、今回の結婚式に来て、またそこに戻るらしいんですよ。で、その国はですね、だから、ヨーロッパの東のある国で、でですね、こうあります。観光客が多く訪れる国ですので、英語の学習も容易にできるでしょうしね、って書いてあるんですよね。これどこでしょうね。ちなみにこれね、こうヨーロッパの地図見るとこんな感じなんですよ。で、ヨーロッパの東の方で、で、観光客が多く来ると、なんかね、でもね、ヨーロッパの東の方に観光客が多く来る国ってあんまない気がするんですよ。まあ、あるとしたら、まあ、チェコのプラハとか、なんかでもあんま行きそうないですよね。もしくは、フィンランドのヘルシンキとかですかね。あんまちょっとそれぐらいしか浮かばなかったですね。観光客多く来るって言うと。フワちゃんね、なんか、チェコとかフィンランド行ってるのかどうかってね、どうなんでしょう、これね。そして、あとね、フワちゃん関連ちょろっと二つだけなんですけど、これね、フワちゃんがですね、ツイッターの有料プロにやってるんですけれども、ただこれね、ツイート全くしてないですよね。それちょっとですね、クレーム出てるって話なんですよね。まあ、でもこれね、解約すればいいと思うんですよね。別にだって、またフワちゃんがね、ツイート始めたら、それでですね、入荷すればいいですからね。そしたら過去のやつ見れますからね。それだけなんですけれども。で、あともう一個ですね、これ。なんかですね、女性自身がですね、テレビ復帰してほしくない不祥事芸人ランキング出してたんですよ。で、これが5位からです。5位からですね、TKO 木下、4位、元アメガレ消したい。ん?元アメガレ消したい。宮迫ってことですかね。なんでしょう、この表記ってなんでしょうね。そして3位がですね、元ジャングルポケット斉藤慎二、2位、アンジャッシュ渡部健。そして1位がフワちゃんなんですよ。しかもこれね、
渡部との間、ガビ開いてますよね。ダブルスコアっていうか。だからね、今のこの状態でも、これ、フワちゃんがダントツなんですよね。だからね、ジャングルポケット斎藤とかじゃないんですよね。ちょっと意外でしたね。でもね、相変わらず渡部もすごいですよね。だってね、最近起こしたばっかりの斎藤さんよりも、アンジャッシュ渡部の方が全然上ですからね、すごいなっていうね。相変わらずですね。そして、あとはですね、A マスの加納さんも、降板こそなってないけれども、ただね、出演が激減してる。なんてね、ニュースも出てましたね。はい。そして、フワちゃん終わって次なんですけど、次はですね、これね、なんか、二人ほど態度が悪いとガチで暴露されてる人がいて、そう紹介していきます。で、まずこれがですね、おぎやはぎがラジオで喋ったんですよ。だから、おぎやはぎ暴露してるんですよね。で、これがですね、ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルのヒロと結婚した女優の山本舞香さんなんですよ。で、これ結構ですね、過去におぎやはぎ言ってと、なんか仕事でね、絡んでたみたいで、やはぎがこう言いました。楽屋に挨拶来たよね。すっごい態度悪いんだよ。で、おぎが、山本舞香が東京03とコントした時も、コント中、切れ出したりとかね、何回か色々あったらしいけども。で、あとですね、なんか、山本舞香っていうと、空手が特技みたいなんですよね。で、ある時期になんか、テレビに出るとですね、いつもね、空手の型をね、リクエストされることが多かったみたいで、でですね、ヤーギー、こう言ってます。その時にやっぱりスタッフから、空手一回やってくださいって言われたのね。そしたら、すごい小さい声で、どの番組でもやらせるんだよ。って言ったってよね。だから、山本舞香が言ってたってよね。で、ヤーギーが、すごい素直な子じゃない？ヤンキーだから、ただの。やらなくていいんじゃん？って言ったら、いいっすよね。じゃあ、やんないっすって。で、矢作がさらに、普通はね、もともとそういう子だとしても、芸能界入ってくるとね、やっぱりいろいろマネージャーさんに言われたりだとか、何かしら構成するよね。一切構成しないんだよ。素直なまま。まあそんな感じで、山本舞香をね、絶賛したと。で、これちょっとね、コメント欄がですね、すごい多かったのが、大沢のブランチでの態度の悪さは異常だったな、とかって、結構ね、これ書いてあったんですよね。で、これですね、調べてみると、以前ですね、山本舞香が、大沢のブランチのレギュラーだったんですよね。で、そこに映画の宣伝のためにゲストで出た、菅田将暉と小松菜奈が出たんですよね。で、その時にですね、菅田将暉が喋ると、山本舞香がですね、普通に笑顔なんですけど、ただね、小松菜奈が喋り始めると、途端にですね、表情がなくなって、目もね、合わせなかった。それがもうですね、視聴者にもわかるぐらい、すごいひどかったらしいんですよ。それはね、話題になってましたね。ただね、これで後でわかったのが、なんとね、この後ですね、これ、山本舞香とね、伊藤健太郎の熱愛が出るんですよ。で、これでわかるのが、これなんとですね、小松菜奈さんって言うと、伊藤健太郎の元カノだったっていう。それで、山本舞香ですね、怒ってたって感じなんですよね。だから、すごい、素直というか、まあそういう人っていうね、そんな感じなんですよね。なんか、ヤンキーって言われてますからね、普通にね。はい、そして、次。またですね、もう一人暴露されたのが、これがですね、態度が悪いって言うと、あとね、もう一個出てきたのが、プロレスラーのジャガー横田が、自身の YouTube チャンネルで暴露したんですよね。で、これがですね、過去に出演してて、楽しかった番組について話してた。まあ、だから、家族3人で話してたんですよ。ジャガー横田がね。そうしたら突然ですね、ジャガー横田が、なんかね、突然ですね、感じ悪い人いたじゃんって言うんですよね。そしたらこれね、息子はすぐ察したように、林さん？ああ、林治さんねって言うんですよ。だからもう家族の中ではもうみんなね、こう共通認識になってるんですよ。だから感じ悪い人って言ってたらもう、林治さんになってるんですよね。で、これね、何があったかっていうと、ジャガー横田とその息子が二人でね、林さんにこうお辞儀をしたら、まあ、お辞儀をして挨拶したとちゃんと、明らかに分かるように挨拶したとね。ただそれが、なんか、林修の対応がですね、完全に二人をですね、見えないふりして、無視したらしいんですよね。まあ、そう言ってんですよね。まあ、それだけなんですけど、ちょっと気になりましたね。はい。そして次はですね、まあ、ね、挨拶無視って言うと、そうですよね。木村拓哉ですよね。もうなんかみんな分かりますよね。そうなっちゃいますわ。まあ、そういうイメージになっちゃいましたよね。で、これね、またですね、木村拓哉がね、いくつか燃やされてて、例えばね、こんな感じ。自分だけが被害者のよう、木村拓哉はまたも、KY 発言。ライブ MC での言葉が火に油って出てんですよね。で、これぐらいです。先日ですね、2年半ぶりに木村拓哉がですね、ソロライブをしたと。そこで、ジャニーズ問題の時は、なんかね、自分はね、もう腐れかけてたって言ったらしいんですよね。それでなんかですね、こう逆切れみたいな感じで炎上してんですよね。ただこれちょっとですね、正直これね、このセリフを言った前後がね、全くね、記事に書いてないんですよ。だからかなりちょっとね、切り取りな気もするんですけれども、ただこれね、一応ね、もしこれ本当に言ってるんだったら、一応ちょっと再度言っとくんですけど、これね、ジャニーズタレントの何が問題かっていうと、みんなこれね、被害者かもしれないんですけど、ただずっとですね、これね、ずっとこう大人になってもね、事務所から出るわけでもなく、そういった犯罪行為が行われてるのを知ってるんだけれども、黙認してですね、で、自分はね、こう、ジャニーズの恩恵を受けてるわけじゃないですか。受けていたと。で、その後もね、こう、ジャニーズは面白おかしく、テレビでね、話をしたりとか、だからね、一緒にね、隠蔽してたからこそ、だからその後も数十年間ですね、1000人を超える被害者を出し続けたわけじゃないですか。だからね、タレントもね、被害者でもあるけれども、ただね、加害者でもあるっていう、そういうちょっとね、センシティブな問題なんですよね。まあ、でも、木村拓哉ですね、前のね、こう、ショーマストゴーンっていうね、そういった発言しましたよね。まあ、投稿ですけれども。それを今回ね、再度持ち出されて、燃やされてましたね。
ただですね、そんなね、木村拓哉なんですけれども、今回ね、新 CM 決まっていて、もうね、放送されてるんですよ。これがですね、ミスパリグループの男性専用エステのランディハウスの CM なんですよね。で、これがね、キムタクね、かなりかっこいいんですよね。こんな感じ。かっこいいですよ、これね。こんな感じで。なんかね、ちょっとこれ、かなり細いし、なんか若い時のキムタク見たら見えるんですよ、これね。そしたらこれが、こんな記事出てましたね。こんな感じ。加工にしか見えないキムタクや、自撮りエステ新 CM の肌質の違いに戸惑う落差って言われてましたね。で、あとね、この CM のネット上のコメントとかでこんな感じ。CM だとこんなにかっこいいんだから、インスタの自撮りなんかやらなきゃよかったのに、とか、インスタの写真見ちゃったせいで、こういう CM 見ても過去にしか見えなくなった。とか、かっこいいんだけど、普段との落差がちょっと激しすぎる気がするな、とか言われてんですよね。まあ、確かに相当ですよ、これね。メイクして、あとね、後処理で首のシワとかね、なくしてるんでしょうけれども。でもこれね、キムタクぐらいになるともうですね、かっこいいと炎上するってね、すごいですよ、これね。そして、あとこれですね、おそらくね、ジャニーズ問題以降ですね、初めてですね、外資系企業じゃないところからの CM 依頼だと思うんですよ。だからね、NHK がですね、ジャニーズの起用の再開を発表しましたよね。だからね、木村拓哉とかの CM も本格解禁なのかもしれないですよね。あと、これもですね、かっこよすぎると燃える木村拓哉って感じで、これもですかね、こんな感じ。これがですね、なんかね、先月なんですけれども、銀座のセリーヌを訪れて投稿した写真なんですよ。で、これね、何が燃えてるかっていうと、このね、これ、靴なんですよ、靴。で、ここにね、ヒールがありますよね。で、これだけでなんかね、身長に関して、シークレットブーツ履いてるとかって言われてるんですよね。でもね、相変わらずこれちょっとね、キムタク立ちな感じですよね。こう後ろにこんな感じ。これ、こういうのこれ、キムタク立ちなんですよね。やってますよね。そしてあとね、ちょっとびっくりしたのが、これがですね、真田広之ですね、ハリウッドで作って大成功した将軍なんですけど、なんとこれにですね、木村拓哉主戦がね、決まってたらしいんですよ。これね、本当だったみたいです、これね。で、しかもこれね、断ったわけじゃなくて、快諾してたらしいんですよ。で、そのね、役っていうのが、あのですね、浅田忠信の役だったらしいんですよ。本当はね、木村拓哉だったっていう。ただこれね、どうなったかっていうと、これがですね、コロナ中の撮影ってこともあって、結構ね、撮影ぐらいして途中でね、中断とかされたりとかして、結構ね、スケジュールがどんどんね、変更されたらしいんですよ。それで木村拓哉っていうと、いろんな仕事入っていいじゃないですか。それで、スケジュールが合わなくなって、降板したらしいんですよ。だからね、泣く泣く降板したっていう。あと他にも出てたのが、木村拓哉っていうとですね、時代劇の映画が多いんですけれども、これなぜかっていうと、木村拓哉以前からですね、世界でも評価してもらえそうな作品を好んで、引き受けてるそうなんですよ。だからね、オファーいっぱい来る中から、そういうの選んでるらしいんですよ。で、結果的に時代劇が多くなってるらしいんですよね。ちょっと面白かったんですよね。そして他にもですね、オファーが多いっていうのと逆の記事もあって、これね、木村拓哉がですね、音楽番組からオファーがない理由って出てたんですよ。まあ今ですね、木村拓哉っていうと、ソロツアーしてるんですよね。なのにもうですね、2年ぐらいですよ、音楽番組出てないらしいんですよ。で、これね、これ確かにこれ、木村拓哉自身がですね、音楽番組あんまね、得意じゃないって言ってるのもあるんですけど、これ他にも理由があってですね、これこんな風に書いてありました。実は各局の歌番組のスタッフが若返り、キムタクと仕事をしたことがある世代が現場から減っていて、どう扱っていいのか分からずに腰が引けてしまってるんです。まあ、そんな理由があったっていうのは面白いですよね。だから、大物が故に呼ばれにくくなってるって、それもあるらしいんですよね。面白いですよね。そして、あとですね、ジャニーズ関係で気になったのが、今年結婚したですね、平成ジャンプの有岡くんと、松岡茉優さんなんですけれども、で、これがね、今頃出てたのが、実はこれね、女優の松岡茉優さんは、数年前ですね、ある会員制バーで、なんか芸能人の人脈を広げていて、で、なんとその時にですね、松岡茉優さんの方から、これちょっとね、意外な人出てきました、これ。これがですね、松岡茉優さんの方から、なんとこれ、スピードワゴンの小沢さんに、ぐいぐい言っていて、で、二人はその後ね、付き合ったらしいんですよ。で、その後ね、付き合ってからね、結構一緒に、結構ね、いろんなところにね、二人でね、行ってたらしいんですよ。まあ、いろんなところにね、顔を出していたと。ただこれが、なんかね、3ヶ月もしないうちに、松岡さんが突然ですね、小沢さんを振ったらしいんですよ。そしてその後すぐにですね、有岡くんとの交際が出たらしいんですよ。で、結構ね、お笑い業から言われてるのが、小沢さんはですね、結構ね、ジャニーズにも人脈が結構あるんで、松岡さんがですね、これ小沢さんを使って、ジャニーズと繋がるために使ったんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、芸人界ではね、そう言われてるってよね。まあ、でもね、松岡茉優さんと小沢さんが付き合ってたのは本当っぽいんですよね。そして、あとね、他にもちょっと気になったニュースがこれですね。これがですね、スノーマンが今ちょっとね、プチ炎上してるんですよね。何かっていうと、スノーマンがですね、16日に公開したミュージックビデオあるんですけど、それはなんかね、刀って曲らしいんですよ。そのね、ミュージックビデオの映像で、これ、このシーンあるらしいんですよ、これ。で、これちょっとね、見にくいんですけど、刀になんかね、文字書いてありますよね。で、これがなんかね、人の名前で、岡村康次って書いてるんですって。で、これね、岡村康次って誰かっていうと、これがですね、大正から昭和にかけていた軍人で、で、これね、中国を攻めた時の司令官の一人らしいんですよ。それで今ね、中国ですごいね、炎上してるらしいんですよね。
で、これね、ミュージックビデオの公開が中止になって、他にもですね、なんかその日の夜にオンラインイベント新しいんですよ。それも中止になったっていう。あれですかね、荒れるからってことなんですかね。で、あとね、これね、スノーマンとこのあたりだと、さっき言ったように、NHK がですね、ジャニーズをね、解禁したんで、今年の紅白、これね、スノーマンが内定とかってね、こう記事出てるんですけど、ただこれね、ファンとかは一回ね、ジャニーズを捨てた NHK には出ないでって言ってるらしいんですよね。で、あと他にもね、スノーマンの内部でも、こうね、賛成派のメンバーと否定派のメンバーいるらしいんですよ。ただこれね、スノーマンの内部のメンバーってのはこう否定派でもこれね、NHK が嫌いで NHK に出ないっていうよりは、NHK に出るよりもね、紅白歌合戦に出るよりも、こう、オンラインでライブした方がファンがね、喜ぶんじゃないかって考えだそうですね、これは。そして、あと最後ですね、これね、タッキーが、滝沢がすごいっていうのが、これなんですよ、これ。こんな感じ。これなんかね、7人の名前と、そして右側に番組書いてありますよね。これ何かっていうと、なんとこれね、以前ですね、こう、ジャニーズ Jr. のグループだったんですけれども、2B に移ってデビューした、IMP の7人いるじゃないですか。なんとこれが多分ですね、多分これ10月からかな。10月からもう一気にですね、こう全員、7人全員が一気にね、レギュラー持ったんですよね。だから多分これね、名前見るに、各地のね、情報番組だと思うんですよ。すごいですよね。だからもうこれね、あ、これ多分ね、全部ね、TBS 系列だと思うんですけど、これでね、まあ、滝沢くんの営業力がえぐいって、営業力がえぐいって話題になってるんですよね。ちなみにね、こう最近もですね、一番デビューに近いと言われてた10年のグループから、2名ね、スタート辞めてる人いるんですよ。で、少なくとも1人が 2B 入りするんですよ。これ多分ね、本当だと思います。崩壊がね、止まらないんですよ。まあ、だからこれ本当ね、本当だったらこれ去年とかもね、A グループ、HiHiJets、美少年ってのはもうね、3グループ同時デビューするのか、とまで言われてたんですけど、そしたらこれね、ジャニーズ問題起こって、まあ、このありさまっていうね。まあ、だから今言ったね、HiHiJets から1人、美少年から1人辞めてるんですよ、人がね。そして1人がですね、2B に入るって感じなんですよ。すごいなっていうね。まあ、でもね、もうちょっともう、今のね、状況が状況ですからね、これ、対処する気持ち、2B に行く気持ちもわかるっていうね。あと、そしてまたですね、もう一個ちょっと、もう一個ありました、これ。もう一個ですね、またジュリーさんがですね、トラビスジャパンのライブを見に行ってたっていうのが話題になってるんですよ。なんでこれ行くんでしょうね。なんかもう行くとね、騒がれるの分かってるじゃないですか。だってこれまだね、騒動からね、1年とかじゃないですか。ちょっとね、辛抱すればいいのにと思うんですよね。なんかね、あくまでね、一般のお客さんとして行ってたって言うんですけれども、それにしてもね、もうちょっと待てよって思っちゃうんですけどね。だって、なんかね、まあ、好きで行ってるんでしょうけども、そのグループにね、いいことにはならない気がするんですけどね。どうなんでしょうね。はい、ということで、今日はですね、まあ、こんなところでございます。